大阪府の南東部に位置し、山々に囲まれた河内平野の中にある羽曳野市。歴史的名所に恵まれ、ぶどうやイチジクの産地としても知られています。さあ、この町の魅力に触れる素敵な旅へ。ぶどうとワインを作り続けて80年余りの老舗ワイナリー河内ワインでは、醸造施設が見学できるツアーを実施しています。次に訪れたのは河内近田埴輪の里大倉屋。ランチは異国情緒あふれるメゾンインコへ。日本遺産に認定された竹の内街道を西へ進むと、白鳥陵古墳が見えてきます。パティスリーフラワー竹の内街道カルサト店でブレイクタイム。古代ロマンあふれる地を巡り、名産ワインを堪能。まだ知らない羽曳野市の魅力に酔いしれる旅へ出かけましょう。